こんにちは、松潤さん。Amazon のね、レビュー企画いいんじゃないですか。1万円以内に入ったらどういうことになるかっていうのを興味がある人もいると思うんですよ。しかもやり方ってすごく単純ですもんね。松潤さん、ぜひね、2つほどお考えいただきたいんですけども、これ私ね、この Amazon のレビューアーっていうのもまあない方法ではないなと思ってしばらくやっていたこともあるんですよ。まあ基本的に私ね、買ったものは全て動画でレビューしたりとか、その動画をさらに文章のレビューに起こしてですね、まあ、投稿したりもするんですよね。今のところ私は Google マップの口コミに投稿することが一番多いんで、こちらの方で、まあ、日本国内でね、トップ100位ぐらいには入ってるんですよ。今ローカルガイドの8っていう部類ですから、ですからね、なかなかこっちの方では突き詰めてるなと思ってるんですけども、これからね、ちょっと Amazon のレビューに関して松潤さんにお二つほど話したいの。一つはね、実はね、 Amazon のレビューをずっとしてると、ある特定の業者さんから連絡が来るようになるんですよ。で、その業者さんっていうのは、うちの会社では例えばね、こういうイヤホンをこれから販売します、ですんでこのイヤホンのレビューを書いてもらえませんかっていうのが来るんですよ、ね、これは買わなくてもレビューを書いてくださいってことなんですよ。で、買ってもいいんですけどね。そうすると1000円とか5000円とかなんかね、コミッションもらえるんですよ、レビューを書いたら。ということで、レビューを買う業者もいるんですよ。そういうお誘いが来るというふうに私は思いますんで、今のうちにそう思っといてください。ね、ある日メールでね、突然来ます。なんでどこでメール手に入れたのかなと思ったわけなんですけども、私の場合メールは一般公開してますんでね、しかも1個しかメール使ってませんので、まあ、連絡が取りやすかったんでしょうね。で、こういう商品のレビューをしてくださいって形でレビューを書くと報酬が振り込まれるって形なんですけども、私はそれやったことないんですよ、実はね。自分が仕事として受けるんじゃなくて、気持ちの赴くままにやりたいんで、私はそういうふうなね、お金をもとにレビューを書くみたいなことはしないんですけども、でもお金もらってなくても書きたいレビューは書いちゃうかなってところでございます。もちろんね、そうやって商品を応援するっていう形で報酬をもらうテストマーケティングみたいなのもありますんで、まあなくはない方法かなと思います。ですから、レビューを当てにならないっていうのは、まあそういうことをやってる人がいるからってことなんで、それを差し引いてね、 Amazon のレビューっていうのは見ていかなくちゃいけないのかなと思いますよね。まあ一つ目はそんな形でレビューをしてくださいっていう持ちかけ、企業案件が来るんではないかなってことでございます。これが一つ。もう一つなんですけども、せっかくなんで松潤さんの今回の活動に賛同してね、資金提供する方も募集してみてはいかがでしょうか。リターンとしては1万円以内に入った時に、その月のね、初月の月収を出資者の割合で分けるみたいなね、ことをすると。計算がめんどくさかったら、出資者の出資金は1万円に統一して、しかも先着10名様にしとくと。そうすると計算やりやすいでしょ。で、そうすると1万円以内に入った時の報酬を、例えば 10% で計算して、その 10% を出資してくれた人に、10分の1ずつ 1% ずつ分けますよみたいな感じでもいいと思いますし、まあ大胆にいくんだったら、初月の報酬を 100% 全部私の手取りなしで皆さん10人の出資者さんに、10等分しますよみたいな感じでもね、いいと思いますけどね。要するにこれ何がいいかっていうと、資金を先に集めて、そして未来の未確定な報酬を皆さんに、先物みたいにね、やるってことなんですよ。ただし儲かりすぎると分配するのがすごくね、もったいない気持ちになって約束を破る人もいるってことなんですよね。ということなんで、2つ今日はね、ちょっとお話してみましたけども、いかがでしょうか。まあすぐこういうこと考えちゃうんですよね、私はね。で、いってらっしゃい。